道を歩いている最中、配達ロボットに道を譲った経験はありませんか？ひょっとしたらそのロボット、あなたに会釈をしながら挨拶をしたかもしれませんね。あるいはオンラインショッピングをした時に商品をドローンが配達してきたことがあったかもしれません。10年前には全く実現するとは思われていなかったこれらの発明ですが、その一部は実現し始めています。しかもその利用はどんどんと拡大中です。というわけで、今回はこれまでありえないと思われていた発明の数々です。まずは人間の仕事を肩代わりするロボットたち。一昔前にロボットといえばスターウォーズの R2D2 みたいなものを想像していました。しかし現在は日々の生活に関わるロボットがどんどん製品化されています。買い物リストや夕食の献立を考えてくれる冷蔵庫だっているくらい。ランニングマシーンで走る最中に VR ゴーグルをつければギリシャの海岸を走る気分だって味わえるんですからね。まあそこまでバーチャルに生きる必要はないかもしれませんが、例えば皆さんのスマホだって高い知能を持ち始めていますね。天気の質問に的確に答え、ダイヤルすることもなく電話をかけることができます。今日の時点でここまで技術が進んでいるわけですから、10年15年先のロボットがどうなっているかは分かりませんね。ウブテックはアルファミニといった人型ロボットを開発している企業。アルファミニはお手伝いロボットとしてデザインされています。非常に美しい文字を書くことができ、飲み物を注いだり洗濯物を洗って畳んだりすることができます。しかもその機能はさらにあるそうで、特に人間との意思疎通がその一つ。何でも笑ったり心配したりといった反応を見せてくれるんだとか。体も非常に柔軟で、ダンスをしたりカンフーをしたりすることもできます。そういう意味ではちょっと不気味ですが、しかしロボットは非常に愛くるしい存在なんだそうですよ。愛されやすい見た目を持ち、家族の一員として受け入れられやすいようにデザインされています。一家に一台という日も近いかもしれませんね。テスラがリリースしたモデル S に自動運転機能が搭載されていた時、ああ未来がついにやってきたと皆が思ったものです。車が勝手に目的地に連れて行ってくれる日を私たちは心待ちにしていましたからね。しかしこの機能の普及にはまだまだ時間がかかるようです。 AI を搭載した車は曲がり角や赤信号、車間距離などを認識し適切に対応することができます。しかしまだまだ死角が多いという難点も抱えています。また現実世界にはもっと急な反応が求められる場面もしばしば。これはまだまだ機能が学習しなくてはならない問題です。というわけで自動運転機能は今のところもう一声といったところでしょう。この分だとエアカーの実現はいつになるのでしょうね。案外そのうちできるかもしれません。というのも今現在いくつかの企業がそのプロトタイプをテスト中なんです。パッと見た感じ、それはまるでヘリコプターと小型飛行機、そしてもちろん車の愛の子。一体どんな方法で空を飛ぶんでしょうね。現在開発中のエアカーはヘリコプターのような垂直離陸が可能とされています。今のところその航続距離は 10km ほど。それでも空を飛ぶ車であることに違いはありません。いやー未来確実にやってきていますね。最悪な気分になることの一つといえば、朝起きてすぐ入れたことを後悔しているタトゥーを見ることですよね。この最新のレーザー技術は皮膚に刻んでしまった元カノの名前を簡単に消すことができます。まさかそんなことができるわけと思いきや、衝撃波を利用した最新技術に300万ユーロの投資を行っているとあるパリのスタートアップ企業によれば、これは全然いける話なんだそうです。従来の方法ではこのプロセスに2年かかっていました。となると結構多くの人が途中でその処置を受けることをやめたりといったことが起こります。しかしこの新技術であれば2回の施術でタトゥーを完全除去することができるんだとか。そのうち数年もすればまばたきをする間にタトゥーが消せるかもしれませんね。とはいえ一番の問題はそもそもいらないタトゥーを入れないということなのかもしれませんが、宇宙旅行も実現間近ですね。これも時間の問題です。今日の午後はちょっくら地球を周回してくるわなんて日、想像できますか？実は皆さんが思っているよりも早くそういう日がやってきそうです。2021年には大富豪のジェフ・ベゾスが実際に宇宙旅行に行っています。
10分10秒間の旅行はかなり短いものでしたが、宇宙観光の未来にとっては大きな一歩となりました。ベゾスが行ったのは弾道飛行のルート。今のところはこれが主流のコースになると考えられています。ロケットを高度 100km まで飛ばし、乗客に素晴らしい景色と無重力体験を提供します。しかし到達できるのはそこまで。従来では国際宇宙ステーションの高度までロケットを打ち上げるのには5500万ドルという膨大なコストがかかっていました。しかし技術は着実に向上しています。地球の大気を突破することができたら、それはさぞかし忘れられない体験になるでしょうね。皆さんご存知のスマートトイレ、この技術も日進月歩です。電子機能を備えたトイレは日本発祥。そしてこの技術はどんどんと世界に広がっています。このトイレを試してみた欧米人曰く、このトイレを使ったことがない人間は完全に人生損してる。現在はさらに技術が向上し、音楽は流れるわ、除菌の紫外線は照射されるわ、中には操作用のタッチパネルまで備えているものも出てきました。人との距離に応じて蓋が開閉するのは当たり前。自動水洗にウォームレットも完備。次は一体どうなっちゃうんでしょうね。皆さんはプリンターから出てきた野菜を食べたいと思いますか？そう、文字通り印刷です。現代の 3D プリンター技術は料理の印刷に挑戦中。ノズルから出されるのはペースト状になった食品です。その主な目的は料理のデザイン。これにより食品で幾何学的な模様を描いたり、モダンアートを作ったりといったことが可能になります。プリンターで行うことで人の手よりも精巧なアートが作れるんだそうですよ。ソーラーパネルは従来の技術、これもまた進歩しましたよ。現在どこまで行ったかというと、フィルム状のものにすることに成功しています。見た目はまるで古いカメラで使われていたようなフィルムそのもの。違いといえばそれが高効率の発電装置であるということ。このタイプのソーラーフィルムは従来のパネルに比べても発電効率が高いと言われています。ソーラーエネルギー 3.0 というあだ名までついているんだとか。そのうちこれらのフィルムはスマホ充電程度の利用から建物一棟、都市全体といった規模に広がると言われています。さあ今回ご紹介したこれらの発明、確実に未来を明るくしてくれそうですね。